ラバーアッツ像は日本の芸術家吉野美奈子が日本神話のイザナギイザナミを題材として制作している愛と平和のシンボルモニュメント。正式名称はラバーズ恋人たちである。ラバーアッツ像は現在世界に2体あり、テーマはつながりである。世界初のラバーアッツ像は2014年6月12日ニューヨーク市のリバーサイドパークに設置された。 彫像本体の高さは2 7 5トル台座を含む全長は3 4 5トルで、ある。二つ目のラバーズ像は、2020年3月21日、富山駅北のブールバールに設置された。彫像本体の高さは3 4 5トル台座を含む全長は5 4 5トルである。ラバーズ像は、 日本神話のイザナギイザナミを世界を創造した最古で最初の恋人たちとして国海、神海の神話をベースに世界は愛から生まれたというメッセージを伝えている背景には作家自身のアメリカ同時多発テロ体験があり吉野は世界を分ける人壊す人がいるなら自分は繋ぐ人作る人になりたいと考え アートで平和のために役立ちたいと考え続けていた。ラバーズ恋人たちニューヨークリバーサイドパーク2013年、吉野はニューヨーク市の野外彫刻コンペで選抜され、初のラバーアッツ像が制作された。この時、予算の関係で大理石を掘ることは叶わず、仕方なく大理石を鋳造する案に切り替えなければならなかった。吉野は 毎日脚立の上で18時間もの制作の傍ら、ツイッターやフェイスブック上で千の愛のメッセージキャンペーンを展開し、大切な人に愛していると伝えようと呼びかけた。結果、ニューヨークのリバーサイドパークに設置されたラバーズ像周囲の小石千個には、国境や宗教を超えて63カ国語もの異なる言語で愛のメッセージが書かれ、大人気のスポットとなった。 その後、ラバーズ像は、ハドソン側の台湾、エッジブウォーターにある桟橋に永久設置され、カップルたちが、プロポーズや、結婚式を行うなど、恋人たちの聖地となっている。ラバーズ恋人たちハドソンリバーの桟橋、ラバーズ恋人たち富山駅モニュメント富山の、ラバーズ像は、2020年に、富山駅南北を走る、路面電車の開通を記念して、駅前に、 ランドマークとなるシンボルが欲しいという市民の要望に応えて制作された。周辺整備や台座を含む事業資金の5000万円はすべて富山に縁のある企業協賛とクラウドファンディングを通じてラバーアッツ像を応援する世界の人々からの募金によって設置され、除幕後富山市に寄贈された。経緯2018年。 富山県経済界の有志による富山駅モニュメント設置委員会からの依頼を受けて、吉野は巨匠をミケランジェロも愛した大理石の産地イタリアのカルラーラで制作を開始。当初イタリア語は全くできず、大理石探しアシスタント探し、仕事場探し部屋探しなど大苦戦を強いられたが、スマホで勉強しながら乗り切った。メジャーな作家たちが、 3D プリンターやロボットを使用して作品を工業生産していることに対して納得できず人の手から生まれる優しい形をモットーに最後まで手仕事で仕上げることを貫いた。2019年12月イタリアで誕生した富山のラバーズ像はニューヨークのラバーズ像よりも大きく重さは10トンとなった。作品は慎重に梱包されカンラーラ校から 富山信仰まで2ヶ月以上かけて海上輸送された。モニュメントの周りには花壇とベンチがあり、台座を含む作品の全長は545センチメートルとなった。台座に使われたのは米国サンクロ御影石で、吉野は神話にちなんで恋人たちの足元には雲のような波のようなイメージの石を選んだ。周りの色石パターンは機械的でなく有機的に つながりから広がりが感じられるデザインにしたと話している。2017年から2020年、吉野は、故郷と山県の中学、高校など25カ所で、自分らしい人生の作り方、夢のために行動する勇気を伝える講演をしており、夢の話をしようという呼びかけに応えた生徒たちから、5798通の夢のお手紙が届いた。2020年3月の除幕式で、 吉野は、モニュメントの台座の中に手紙を入魂して、永遠に封印した。このお手紙が、ラバーズの心臓。毎日毎日、トラブルだらけだったけど、みんなが応援してくれたから頑張れた。いつまでもみんなの夢がラバーズと一緒にキラキラと輝いていてほしいと語った。メッセージ2020年6月のインタビューで、吉野は、私は、テロの時に、命さえあれば、 どうにでもなると思いました。だから、悲しい時にはラバーズに会いに来て、大丈夫だよって抱擁されている感じを思い出して、ほしい。みんなが今、この星に生きているということは、この星に受け入れられているということだから、何があっても大丈夫、生きていれば大丈夫って伝えたい。寂しい時に、お友達のように寄り添ってくれるモニュメント、みんなの、心の寄り所が作りたいと思って生まれたのが、 ラバーズですと話した。A.B. ニュースと山人ズームと山彫刻家、吉野美奈子さん。NHK 富山放送局。2020年3月18日閲覧。A.B. ニューヨークリバーサイドバークに深夜外彫刻。ウォールストリートジャーナル。2014年6月13日閲覧。桑原和久。ニューヨークの日本神話。週刊金曜日、駅北に。 新たなシンボル、恋人たち。KNB 北日本放送。2020年3月4日閲覧。ABC、富山駅、北モニュメント発表彫刻家が、概要説明。北日本新聞。吉野美奈子の彫刻、エッジブウォーターに、永久設置。読みち目ニューヨーク。富山駅北口の新たなシンボルモニュメント完成で、除幕式。チューリップテレビ。 A.B. 富山市立早星中学校先輩に学ぶ子学2時間特集上ェネイケーブル t v 中村葉月富山駅前に新たなランドマークが誕生するまでディスカバージャパン106-131富山の新たなシンボル大理石彫刻ラバーズケーブルテレビ富山グッド地球便界の向こうの大切な人は今読売テレビ 2020年6月21日へ閲覧。ありがとうございます。